はい、こんにちは。今回なんですけれども、最近ですね、インスタのメッセージとかで、大正製薬から新しく販売される、内臓脂肪減少薬アライについて、三木屋先生解説してくださいっていうリクエストがものすごく多いので、今日はですね、この内臓脂肪減少薬アライについて解説させていただきたいと思うんですけれど、これ一般名オーリスタットっていうもので、4月8日から薬局で買えるようになるわけなんですけど、ただこれはですね、対面で薬剤師さんのチェックを受ける要指導医薬品なので、誰でも簡単に買えるお薬ではないんですけど、医者の処方箋なしでね、薬局で買えるっていうことなので、かなりね、ハードルは低いわけですね、買うためのハードルは。で、このお薬ね、前にもちょろっとね、お話しさせてもらったことあるんですよ。もう1年以上前かな。だけど、今回ね、もう4月8日に販売が迫って、かなりね、そのテレビとかマスコミでも報道されてるんで、改めてこのお薬についてね、お話しさせていただこうと思うんですけど、これはですね、実は僕このお薬結構たくさん処方してたんですよ。一般名オーリスタットっていうのは、ゼニカルっていう名前で、また別の、会社からね、販売されてたんですよね。ゼニカルはね、ロシュっていう、製薬会社から販売されてたんだけど、一応、高須クリニックもね、もう肥満の治療とか、そういう内服治療とかもやってますんで、処方してました。なので、このオーリスタットに関しては、結構詳しいです。患者さんにもたくさん処方して、患者さんがね、どのような経過だったのか、痩せたのかとか、副作用はどうなのかっていうのもね、詳しいのでね、解説させていただこうと思うんですけど、結論から言いますと、このお薬はですね、ちゃんと服用すればですね、痩せます。世の中には怪しい痩せ薬とか痩せサプリってあるじゃないですか。その漢方薬で内臓脂肪を落とすとかもあるんですけど、それなりの効果はあると思うんだけど、劇的な効果はなかったりとかするわけですよね。あるいは痩せるサプリとか、そういうものもね、いっぱい売られてるんだけど、劇的な効果がないっていうものもね、結構多いんです。で、劇的な効果のある痩せ薬っていうのもあります。最近だとね、やっぱり一番多いのは GLP-1 作動薬ですよね。内服とか注射とかあるんですけど、これがですね、その肥満の治療としては、第一選択になってるっていうことが多いですね。なんですけど、今回はこのアライオールシタットが、販売開始になったわけなんですけれど、これはですね、薬理作用は腸の中でその脂肪を分解する酵素リパーゼの活性を抑えるっていう、こういう作用があるんです。となると、脂っこいものをたくさん食べても、通常だったらリパーゼによって、食べた油が分解されて、それが腸から吸収されて、エネルギーになったり体脂肪になったりとかするわけなんですけど、このリパーゼの活性を抑えるので、脂肪が分解されないんですね。で、分解されないと腸から吸収されないと、でそのまま便から出るっていう形になります。ただし、摂取した脂肪がね、全部、便から出るっていうわけじゃなくて、だいたい25%ぐらいの脂肪が便から出るんじゃないかと。だいたいそんな感じで言われています。これは油の種類とか取る量とかにもよるんですけど、25%ぐらいがその効果があるんじゃないかって言われています。で、基本的に1日3回内服します。食事中あるいは食後に、飲むっていう形になりますね。そうすると、その時に摂取した脂肪が吸収されにくくなるっていう形です。で、値段はですね、90カプセル30日分で8800円、税込みでございます。なので、1ヶ月8800円なんで、そこそこの値段になりますね。1日あたり300円ぐらいになりますね。基本的に、その肥満の人とか太る人ってね、自分で努力してダイエットしろよっていう話なんだけど、みんながみんなそれやれるわけじゃないんですよね。世の中には、自分の意思でダイエットができる人と、できない人っていうのがいるわけですね。なので、このお薬はできない人向けですね。でも、できない
からといってね、それを放置すると肥満になって生活習慣病になって、それが悪化して、まあ、糖尿病、動脈硬化、それによって心臓とか脳の方に問題が起きてね、で医療費がどんどん増えるので、まあ、今回こういう形でね、医者の処方箋なしで薬局で買えるお薬が出たっていうのは、今後の日本の財政にとっても僕はプラスだと思います。そのこともね、後でお話ししようと思うんですけど、でこの一般名オーリスタットなんですけど、これねグラクソスミスクラインでアリっていう名前でお薬出てたんですよね。まあだから海外だとねアリって言うんですけど、あの日本だとアライって呼んだりとかしますよね。まあこれそれがね今回大正製薬から販売されましたよと。でそれ以外にもオーリスタットといえばロシュっていう製薬会社のゼニカルっていうのも有名なわけで、まあ、ゼニカルの処方経験はあの僕たくさんありますね。うん。で確実にですねこれ脂肪の吸収を抑えるんでそれなりにね効果は出ます。うん。で副作用としましては、あの脂溶性ビタミンの吸収阻害っていうのがありますね。脂溶性ビタミンというのはビタミン A、D、E、K とかベータカロテンとか、うん、こういう脂肪に溶けるビタミンなので、あの便と一緒に吸収されないで出ちゃうっていうことがあるんですね。なのでこれアメリカだとあのこのオーリスタットを処方するときにその補助的にのビタミン剤の内服、まあ、マルチビタミンとかそういったものの服用を進めるっていう方針になってて、これは FDA も支持していることでございます。であとは脳には作用しないんですよね。で GLP-1 作動薬、今メジャーになってるあの薬っていうのは食欲を落とすっていう効果があるんですけど、まあオーリスタットは食欲を起こすんじゃなくて、腸の中のね リパーゼに働いてリパーゼを阻害して吸収を阻害するっていうものでございますよと。だから食欲を抑えることはないので、まあ普通にいっぱい食べちゃうんでしょうね。肥満になる人だからね。だから食べた、いっぱい食べるんだけど、まあ、その吸収、脂肪の吸収を抑えるよっていうものです。うん。じゃあこれが世の中に広まるとどうなるかなんですけど、僕はこれはね、医療費削減になると思います。そのために国が許可したんだと思います。やっぱり生活習慣病がね、どんどん悪化して医療費が膨らむっていうのを、予防するわけであって、まあ、本来生活習慣病ってさ、自分が不節制なせいでなっちゃうっていう人が大部分なんですよ。それは中には脂質代謝異常とか特別な病気持ってて、そういう病気になるっていう人もいらっしゃいますけど、大部分の人はですね、あの努力すれば生活習慣病にならなくて、それによって医療費を抑えるってことできるんですよね。まあ、2型糖尿病なんて、まあ、大部分の人はですね、あの努力すれば予防できるんだけど、だけど、まあ、結局不節制で、まあ、お酒も飲んでいっぱい食べて肥満になって血管もボロボロになって病気になって、でその長く入院したりとか手術したりとかね、内服治療で通ったりっていうので医療費が膨らんじゃってるっていうのがあるので、まあ日本国民みんなが健康になるっていうのはこれすごくいいことだと思うんですよ。で中にはその必ずねコメント欄で、そんなに日本人みんなが健康になったら長生きになって寿命が伸びて社会保障費が逆に増えるだろうと、まあ、その場合ね寿命が長くなれば年金の支給額は必ず増えますよね。だけど僕はね、医療費がそれ以上に下がってトータルで見れば社会保障費がですね、ま、あの減ると思うんですよ僕は。うん。っていうのは健康寿命を伸ばすっていう効果は必ずあります。糖尿病にもならない。そうすれば透析する人も少なくなるし、心臓とか脳の病気になったり、それで手術したり、内服治療する人、お医者さんに通うっていう人も少なくなるわけです。仮に寿命がね、多少伸びても、寿命伸びることそもそもその悪いことじゃないですからね。で、健康寿命を伸ばすっていうことはできると思います。まあ、例えばそのエリザベス女王ってお亡くなりになられたんだけれど、亡くなられるもう直前まで公務をされてたんですよね。普通に歩いて自分でご飯食べて仕事もしていて、でまあちょっと体調崩されてそのままお亡くなりになったんですけど、その亡くなる直前まで働いて元気でいて、介護とか、ね、特別受けずに自分のことほとんど自分でできたんですよね。これこそがやっぱり理想だと思うんですよ。うん、やっぱり不健康な寿命が伸びて不健康な時間がねやっぱり長いんですよね日本人って。
にその寝たきり老人のって言われてる方とか、ずっと介護を受けてる方とか、ずっと闘病されてる方とか、それはあのやむを得ずね、病気になって闘病されてる方っていうのもいるんだけれど、やっぱり生活習慣病が元で、あの不摂生が元で、病気になってずっとね、あの体の調子が悪くなってね、糖尿病になって動けなくなってっていう方もね、たくさんいるわけなので、なるべくその不健康な寿命、あの糖病、入院、介護とかが必要じゃなくて、あのお亡くなりになる直前までピンピンして歩いてて、誰の力も借りずに一人で生きていけるっていう状態の高齢者が増えるっていうのが、僕これ理想だと思います。そうすればあの医療費もね、削減できて、その介護のですね、介護士さんとかも非常に不足している中、日本全体がうまく回るんではないかなって僕は思っております。で、じゃあこのアライっていうお薬、多くの人に使われるかっていうと、僕個人の意見としてはね、あんまり使われないんじゃないかなって思うんですよね。 まず一つ、これ処方っていうか、その薬局で買うまでのハードルが結構高いですよね。まずね、服用の条件として18歳以上、まあこれ当然だと思うんですけど、あとは男性は腹囲が85センチ以上、女性は90センチ以上で、食事の改善や運動に取り組んでいると、でなおかつ糖尿病や高血圧など肥満に関連する疾患を持つ人は対象外とっていう条件があるのと、あと購入する手順としては、事前に腹囲とか体重、生活習慣の改善状況を1ヶ月間記録する必要があるんですね。でなおかつ店頭で薬剤師さんから記録のチェックとか服薬指導を受けて、ようやくあのお薬をね、買うことができるっていう、結構ハードルが高いんですよね。なのであのあんまり使う人いないんじゃないかな。あのなかなかね、結局そのあの不摂生で肥満になる人ってここまでなかなかやれないんじゃないかなと思うんですよね、だって結局自分が食べちゃうからなるわけじゃないですか。こんだけね、体重とかチェックして、あの改善状況とか、あと食事の改善とか運動に取り組んでる人っていうのが条件なんだけど、そもそもそれがちゃんとできる人だったら、お薬必要なくて自分の努力で痩せられるんですよね。だからね、これちょっとね、この条件がね、なんか矛盾してるんじゃないかなと。まあ言葉悪いんだけど、この薬が必要になる人って、あの自分で努力できない、あのちょっとダメな人なんですよね、だから結構条件が厳しいかなと。ただ条件を厳しくしないと逆にダメなんですよっていうのは、最近はね、特に女性の方なんかは痩せすぎの人が多いでしょ。韓国のね、あの K-POP アイドルとかに憧れて、みんなあの人たちってさ、背が高くてもともとスタイルがいい人が、過酷なダイエットとトレーニングと、整形と、あとふくらはぎにボトックス打ったりとかしてガリガリに細くなって、でみんなね、ああいう風になりたいって思っちゃうじゃないですか、日本人の女性も。だけどやっぱりそうやってね、あの医学的に見ると不健康なぐらい痩せてる人とかも多いわけなので、まあね、160センチでなんか40キロあるとデブとか言う人だっているじゃないですか。あとは多いのは摂食障害の方ですよね。なんですか、自分のボディイメージを正確に捉えることができなくて、自分は太ってるデブだって思い込んでてですね、過酷なダイエットして体重がもう30キロとかになって、骨と皮だけになってても、もっと痩せたいっていう人が一定数いるわけですね。その精神的な問題でそういう風になっちゃうんですけど、まあそういう人なんかがね、お薬飲みたいとかなった場合、まあこの条件があればそれを出すっていうことができないわけなので、やっぱり条件を厳しくするっていうことはね、すごく大事です。で僕、この薬がね、あんまり広まらないんじゃないかなって思う最大の要因はですね、やっぱり副作用で便から油が漏れるっていうことなんですよ。これね、僕がゼニカル出してた患者さん、まあ多くの人がみんな言うんですけど、まず普通にトイレでうんこするとき、うんちするときにバスって言うんですよ、うんちが出るときに。でそのときに油にまみれたベトベトの便がバーッと便器に散らばるんですよ。そうすると便器がですね、ベタベタについて、で流してもそれが残らなくて、あの残ってて、で便器の裏とかにもそれ張り付いてて、その掃除が大変だと。あとは
普段そのこのお薬飲んでおならをするとですね、普通おならって気体だけ出すじゃないですか、ガスだけバスって気体だけ出して、そうしたら別にパンツ汚れないんですけど、こうね、アライとかね、ゼニカル飲んでおならするとバスッとおならした時にその黄色い液体の油まみれのおならがバーって出るんですよね。そうすると普通にいつもの感覚で外でおならするともうパンツが真っ黄色になるんですよね、うん、でそれ結構辛いんですよね。普通に会社行ったりしてね、職場で誰にもね感じ取られないように、その聞かれないようにスーって音を出さないようにおならしてもパンツの中がビャーッと、なる、人気のいないところでおならしたろうってバスってやってもパンツが真っ黄色、これね結構厳しいんですよね。で匂いとかもブワーッと出たりして、なんだこの匂いがあって職場ですごい気まずくになってね、それがトラウマになってもう飲めませんっていう人結構多いです。だって女性でこれ起きたらやっぱりトラウマになるでしょ。職場で男性も女性もいっぱいいるとこでさ、お腹が緩くなってさ、おならしたらさパンツ真っ黄色でうわーってなんか異臭漂って、なんか空気が悪くなってさ、これはねさすがに厳しいですよね。でちなみにこれね、便秘の人がこの薬飲むと便秘が治るっていうメリットも、メリットって言っていいのか分かんないんだけど、意外にこれ便秘の人が使うとね、便が出て便秘が治るっていう、そういう声も聞きましたね。まあ、という感じでね、このお薬使う場合は生理用のナプキンをねパンツに引いたりとか、あとおむつして普通に行動しないといけないわけで、これが結構重荷になるんですよね。でテレビでねこの間やってたんだけど、そういう副作用があるから、そうするとこの薬を飲んでると自然に脂っこいものを食べなくなるようになるんですよとか言ってたんですけど、そもそも脂っこいものを食べないようにしてゼニカル飲むぐらいだったら、オールスタット洗い飲むぐらいだったら洗い飲まなくてよくなるわけですよね、うん、まあ多少はね油も取るから吸収阻害するから、だから大抵このねおならバスパンツ巻き黄色気をねやっちゃって気まずくなって、それがトラウマになるともうこの薬飲まなくなりますね、うん、で前にも話したんだけど、僕の知り合いでね形成外科の大先輩の大先生がいるんですけど、その先生が100キロぐらいの結構な肥満体で、その先生もね脂っこいものとかカツ丼とかさそういうの大好きだったんで、ゼニカル飲んでたんですよ。そしたらその先生が家になんか高級の100万円ぐらいの巨大なキングサイズかクイーンサイズのベッド、一人で寝るためのベッドがあって、夜寝てる間になんかおならしてたんですって、普通に 今まで通りにバスバスっと、そしたら朝起きたら布団めくったらシーツが真っ黄色になってて、やばいって思ってシーツ剥がしたらもうベッドの下の方まで黄色い液体が染み込んで匂いも取れなくて、100万円のクイーンサイズのベッドがパーになったっていうね、もうこの話聞いてからこれは結構厳しいなってね思いましたね、はい、っていう感じなので、まあただ効果は確実にありますんで、特に脂っこいもの好きな人にとってはねめちゃくちゃ効果があります。まあ、揚げ物、ね、カツ丼とか、あとマックのポテトとかさ、あとポテトチップスとかね、天ぷらとかさ、そういうのが好きな人にとっては結構大きな効果がありますけど、まあ、その脂っこいものを食べた分だけ便から脂が出て副作用も結構出ますよっていう感じですよね、うん、なので、まあ、結局挫折する人が多いですね、はい、っていう感じで、まあ、ちなみにこのお薬ね個人輸入でもね、まあ、買えちゃうんですよね、実はわざわざ薬局で買わなくてもねっていうのもあるわけなんですけれど、うん、なので、ね、僕の予想だと、まあ、そのうち僕は予想だと GLP-1 作動薬の内服薬が薬局で買えるようになるんじゃないかなって思いますね。 GLP-1 作動薬の方が便から油が出るとかおならから油が出るとかなくて、まあ、食欲を落とすっていうものなので、まあ、それも本当に肥満の人には結構効果があります。これ痩せてる人に出すのは僕は良くないと思いますけれど、本当の肥満の人にはこれ出すのはありかなって思いますし、まあ食欲が落ちてねちょっと
胃がね気持ち悪くなるとかそういうのはあるんですけど、まあ、そういう作用によって食べる量を抑えるっていうのがありますんで、まあ、これはこれでありかなと思います。 GLP-1 作動薬注射と内服があるんですけど、まあ、そのうちねこれが薬局でね買えるようになるんじゃないかなっていうことを予想しております。でその時はこれね結構多くの人多くの肥満でね自分で痩せることができない人は利用することになるんじゃないかなって思います。っていうのが私の意見です。ご視聴ありがとうございました。